はいどうもこんにちは、コルです。今回は想像より強かったリーリアアルテミス使っていこうと思います。クリボーにカムに継承チェーン6、リーリアにチェーン6でボンタ君継承です。ロミアにねチェーン振ってあげてカボデビ継承のルシャナにね、これがリーファ装備ですね、軽く上げてます。代用としてはキトル強装備、あとは筋肉マンソルジャーとかつけてあげてください。で、初音ミクにエヴァーラスティンですね。クリオエヴァーラスティン装備つけて、回復ドロキョプラス L 字ですね。まあ、回復ドロキョ装備つけてあげれば十分かな。アルテミスはゼログ武器で軽く出してます。いきましょう。まあね、このパーティーパッド見た感じでね、強いの本当にいいと思うかもしれないですけどね、あのコメントなんでね、フレイヤーより強いんですかって書くのだけはやめてください。もうそれだけ言われちゃうとちょっと何も言えないんで、本当に。それだけは本当にやめてください。もう、そういうことじゃないじゃないですか。それはだって、回復力4倍のバケモンと、ただの回復力2倍の女の子比べられて、どっちが強いんですかって、それはもう陸上選手のね、トップランカーと、陸上選手の不大会代表を比べてると思うんですから、それは話が変わってくるということで、やめてもらえればなと思いますが。まあでもね、実際ね、冗談抜きで話すとですね、アルテミスがウェイク見ながら火力を出せるということで、意外とね、火力が出るんですよ、このパーティー、こう見えて。でもルシャンとかも入ってるので、シンプルに火力は高いんですが、そう、アルテミスが思ったよりその火力が高くて、攻撃力が4900ぐらいあって、1億出てますね、これ。4900ぐらいの攻撃力から、ウェイ7個あるので、まあ、ロシアがだいたい8個だっけ ?9 個か。9個だね。確か。9、8、あれ ?9 だよね、多分。うん。9なんだけど、こっちが7個だから、まあ、火力はもちろんね、ロシアに比べたら全然劣ってるんだけど、それでもね、意外と強くない?いや、強いですね、これは。ちょっと待って。OK。でも弱点としては指が少し短いとこかな、やっぱり。まあ、しゃあないんだけどね、このパーティー的にも。どうしてもね、指延長が集めづらくて、貴族性。ちょっとそこが厳しい。だから、水属性とかだったらさ、立花装備があるじゃん。待って、マイクの向きがおかしいけど。立花装備があるからさ、簡単に出せるんだけどね。ちょっとどうしてもね、厳しいところがあった。でも3階層はね、もうこいつうざいからね、もはやね、これはもう初音ミク使っていいと思う。初音ミク使います。もううざいんで。この子の方がね、正直言ってうざいんですよね。次のオーディン階層よりも。オーディン階層耐久簡単なんだけど、こいつ、発狂あるからさ、全然初音ミクここで打っちゃって OK です。はい。ちなみにリリアはね、たまり次第使っちゃダメで、7階層のアグニーを超えた以降に使ってください。理由は簡単で、アグニーが 100% ダメージからの攻撃してくるんですけど、リリアにリリアチェーンしてて、軽減なんて貼れないですよね。一瞬で死んでます。ほんと注意してください。はい。で、ここに関しては、ちゃんと光消してあげると多分火力でゴリ押せると思うので、こんな感じでコンボ組んでいきます。多分ね、アルテミスがね、火力オーバーして、なおかつ他のキャラは、火力オーバーできないと思うので、多分。なのでこれでいい感じになるはずなんですが、僕の脳内予想だと。はい、完璧ですね。突破していきます。で、5階層で回復に関してはね、初音ミクが、意外とドロキョ4つ持ちで、回復ドロキョ4つ持ちなんで意外とあります。ちょっとブラキが来るとね、どうしてもね、回復力怖いところではあるんですが、さあさあさあ、こんな感じで組んであげて、あ、大丈夫だ、フェイになってたわ。これで29000ぐらいからの回復力がね、グイーンって上がるんですよ。10万からの20万ぐらい。なので、ブラキが来ても5万ぐらいは回復してるので、基本的に回復力はなんとかなるかなっていうのがあって、あとルシャナもあるんで、最悪の場合はルシャナ使ってあげればいいと思います。はい、ただこれ遅延食らっちゃってルシャナじゃないんで、アルテミス打っちゃいましょう。アルテミスはね、これ、吸収無効対策用と見せかけてただの変換です。吸収無効はね、クリボーが対応してくれてるんで、変換として使ってあげてください。ここは無効貫通組んでいきましょう。ここで無効貫見せるとね、めちゃめちゃめんどくさいんで、単純に。OK! こんな感じで無効貫通組みながら、追い打ちもしっかりと組んであげて突破していきます。はい。まあ、一個注意してほしいのがね、これ一応、リリア離脱にしてあげた後は、追い打ちが勝手に組まれるんですが、そこまでは一切追い打ちは自力で組むか方法がないので注意してください。で、これ、今回ね、アグニじゃなかったですけど、アグニの場合ね、100% ダメージなんで、必ず初音ミクに、闇軽減。そして、まあ一応ね、オーディンで事故った時用にですね、緑オーディンで事故った時用に光軽減もつけておくといいと思います。はい。まあ、ここまでこんなガチガチに解説しますが、そもそもこのパーティー使う方多分いないと思うんですよね、僕の人なんですけど。なんで俺はこんな真面目に解説したかよくわかんないですけど、まあ一応でもせっかくここまで来たらね、もうこのパーティーのね、強さを少しでもね、広めるために。でもまあ、このパーティーの強さを広めたところで、そもそも強いのは、フレイヤーだから、そもそもちょっと話が変わってくるんですけど、でもまあ、リレーになるとね、やっぱりこれは強くてですね。はい、1億3000万。こんな簡単に出ます。ウェイ1個かな?多分今、ウェイ1個で1億3000万くらい出るんで、もうリレーになると全然話が違います。めちゃめちゃ強くなります。これは言い切れます。で、雲耐性、操作副耐性、どちらも対策しているので、食らうことはありません。だからね、リレーになってからは全然強い。やっぱ、なるまでが厳しいってのと、あと単純にそもそも、フレイヤーが強すぎる。
一番の原因はそれかな。フレイヤがいなかったら比較的俺もおこのパーティー強いっすねって言えたんだけど、フレイヤがいるせいで、これ別にフレンドをただフレイヤに変えてあげればもうそれだけで強いんですよ。それが悪いんですよね、フレイヤの悪いところで。そう、もうこのパーティーをねフレイヤに変えるじゃん、フレンド、それだけでもう強くなっちゃうの。しかもフレンド、それがマジ一番の原因で。でもアルテミス好きな人からしたらね、多分このパーティーはかなり強いと思うのでね、アルテミス大好き、僕アルテミスしか使わないって人はね、ぜひとも参考にしてもらえればなと思います。かなり強いと思いますマジで。ただそこまで好きな人なんか自分でパーティー行くんでそうっすけど、まあでも一応ね本当に強いです。はい、これで突破していきましょう。で10回そう、まあルレットが1個作ってくれたので欠損しても安心なのがいいですね。でこの子はね、僕教えてもらったんですよ、リスナーに。まあ最初に1ダメージ与えれればこいつは覚醒無効はしてこない。はい、もうリスナーの言った通りですね。で1ターン耐久してから倒していきましょうと。はい、完璧っすね。よし、じゃあこのまま倒していきましょう。いきまーす。ちゃんとここでウェイ組んであげて10コンボ見せらずに組んでいきましょう。ここで見せるとですね少しめんどくさいんでね、ちゃんと頑張って組んでいきましょう。はい、これで10コンボですね。オッケー。ここはもうね、冷静に組んであげてください。ここミスっちゃうとね、ちょっと、次10万ぐらいだっけ飛んでくるんだっけな。なんかちょっとめんどくさいんで、注意してね。はい。僕はちょっと76でしかやってないんで、10コンボできなかったことないんだけどね、76だから。76ずるいからね、シンプルに。で、あれ、ヒドロップ作ってもらって、倒していきましょう。ルーレット頑張れ。はい。ヒドロップ、水ドロップ、ヒドロップと。オッケー。このヒドロップをお借りして、コンボ組んでいきましょう。ただね、やっぱね、フレイヤとの違いとしてね、一個だけもう全く違うところが、道中の火力なんだよね。このパーティーってさ、火力がさ、わかると思うんだけど、アルティミスだけなんだよね。でもさ、それで全部倒していけてるんだよ、これ。まあ、リリアも6000万ぐらい出てるからね、強いんだけど、アルティミスがやっぱダントツじゃん、火力。この火力で突破できてるから、ごめん、俺ね、フレイヤの方が強いって言ったけどね、これわかんないわ、普通に。アルティミスも全然強い。これ、2A があるから。いや、これあれだな、全然そのないな、これ。フレイヤだったら火力足りないもん、だって。いや、これマジでこっちだ。え、これガチでアルティミスが強い説あるぞ、普通に。いや、舐めてたわ、全然。これ前半しか見てない人絶対あれじゃん。もう今おられたコメント欄にさ、え、こいつ、アルティミスの強さ、分かってないんですけど、希少みたいな書いてるけどさ、甘いな。ちゃんと後半で気づいたぞ、俺は。まあ、前半から気づけって話だけど。アルテミス強え、マジで。2億5000万、ありがとうございます。2億5000万ダメージは強いな、マジで。でも遅延が結構触れてないので、こっからルシャンとか使えるかどうか微妙なんですが、まあ一応スキルダメするのもちょっとあれなので、このままもうバンバン突破していきましょう。本当はスキルダメしたいんだけどね、まあ、ちょっとさすがにスキルダメはできない。まあこんな感じでウェイ組みながら追いつくんで倒していきましょう。オッケー。はい、強い。もうここら辺は強いんで、もう特に心配もいらないですね。強いです。はい、オッケー。さあ、そして、14階層。まあ、こっちですね。こっち、ルーレット残したいんで、このまま倒していきましょう。L 字組んでないんで、L 字どっかで組みましょうか。ここで組みましょう。闇の L 字組みます。いきますね。闇 L 組みながら倒していきましょう。A もちゃんと組んであげて。まあ、別に6階層する必要もないんですけど、一応しておいた方がなんか気分もいいんで。しておきましょう。一応、危ねえ。OK、これで8コンボ組んで倒していきます。アルテミー、いけいけ、アルテミー、いけいけ、ゴーゴーゴー。アルテミス強い、本当に強い、本当に強いじゃん、アルテミス。1億7000万。え、アルテミスガチ強いじゃん。で、しかもボスは別にさ、リーリアとルシャナがいるから大丈夫なわけじゃん。え、アルテミスガチ強いじゃん。あ、ちょっとこの反応するバグやめてほしいな。え、強、マジで。やば。え、ガチだ。これガチだ。いや、これガチで強いわ。気づいちゃったな、やべえパーティーに。いや強っ。いや本当に強いんだが。あ、リリアで毒花火にできるんで毒花火にしてもいいんだけど、どうしようかな。これじゃあ一発食らって毒花火にしましょう。はい、これで、で毒花火にして倒していきましょう。倒せるかどうかわかんないですけど、 いいっすね、リリア便利。あー、これ1個ずらせっかな、全部。いや、無理だな。諦めよう。時に諦めも大事と。誰かが言ってましたね。はい、こんな感じで倒していきます。まあ、非吸収だけど、火の落ち込んで来るわけがない。はい、本当に来ないと。ナイス。まあ、初音ミック、これ遅延4振った方がいいかもね。ちょっとさすがに。
さすがにちょっと振った方がいい気がするわ。で、ここでロミアと使いましょう。まあ、光が消せなくなるけど何の問題もない。で、これは耐えれます。はい、ロミア打ってあげて、木は9個ありますね。ほう、これはワンチャン組めるのでは。無効感チャレンジ1万、いきまーす。まあ7コンボ組めただけマシかな、さすがに。でもいけると思うんだよ、全然。うん。やっぱね、無効貫通組んだ場合はね、もう話が変わってね。あの、一気にルシャナとロミア、間違えた、ルシャナとリリアが強くなるので、特に心配はいりませんね。あー、で、コットン先輩じゃなくて、ホイップ先輩か。これ別にまあ、耐久してから突破でいいと思うんで、耐久してから突破しましょう。ここはもうね、あの、アルテミスの耐久力存分に活かしていきます。じゃあ、カットー。よっしゃ、このまま倒していきましょう。ルシャナ使いまーす。ルシャナ使ってあげて、無効貫組みながら倒していきますね。キドロップの位置確認していきまーす。ちょっとこれパズル微妙だな。5コンボは無理だな。ナイス落ち込ん、ナイス落ち込ん。雲があるとパズルむずいんだけど、落ち込んに助けられたんで、ナイス。まあでもこれね、突破できなくても、あの、ホイップはね、全然あの、ターン数余裕あるんでね。一応まあ言い訳しておくと、今の事故ってでも全然大丈夫です。はい。まあ一応言っておかないとね。は？お前今の負けてんじゃん、どうすんでって言われたらあれなんでね。んで、ここはアルテミス使いましょう。リリア残したいんで、アルテミス使ってあげて、ちょっとアルテミスのウェイの火力をね、出していこうと思います。行きましょう。3ウェイかな、これで。で、最大倍率もしっかりと出してあげて。はい、3ウェイですね。ちょっとごめん、スクショ取るね。3ウェイでどんなもんだろう。11コンボ。12コンボ。4億4000万。いいね、アルテミス。アルテミス、マジいいな。あ、待って。あ、ロミア溜まるの想定してなかったわ。だったらアルテミス残しが正解だったかもしれない。これ先ロミア打って、一旦キドロップ残しの、あ、これ天才的作戦。気づきの言う、これ出ちゃいました、すいません。木だけ残して他を消します。 OK。 あ、ちょっと、あ、やめてほしい、それはやめてほしい、本当やめてほしい、本当やめてほしい。危ねえ。 OK。 じゃあここはもうリリア打ちましょう。リリア打ってあげて、いや正味さ、これアルティミスの火力で抜きたくないね。いや、みんなだったら多分そう思ってると思うから、ちょっとこれはウェイでいきます。さすがにちょっとこれで無効貫組んだら絶対倒せるんだけど、ウェイでいきますね。いきます。オッケー。4ウェイかな、4ウェイ。もう一回スクショ取るかもしれない、これは。木の落ち込み投資ができれば。あ、1個も乗った、ナイス。7億3000万、強っ。はい、今回はね、アルテミスとリーリア組み合わせ使ってみたんですが、いかがでしょうか。ごめんなさい、僕最初にフレイヤーの方がいいって言いましたけど、全言撤回します。アルテミスはアルテミス、フレイヤーはフレイヤーで全然別のパーティーです。フレイヤーのパーティーはサブで火力を出していく感じ、アルテミスパーティーはアルテミスにゼログ武器つけたらアルテミスをメインで攻略できる、主軸として攻略できる、そんな2つの違いがあったね、素晴らしいパーティーでした。アルテミスパーティーバカにしてましたが、これは強いです。ということで皆さん、チャンネル登録、高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。